よう、レイム。おはよう起きろ。おはようマリサ。いつまで寝てんのよ、早く起きろ。ごめんなさい、昨日深夜まで映画を見てたのよ。何の映画？キャノンボール2アメリカ大陸5000キロ横断するルール無用の行動レースのコメディ映画。日本では83年に上映された古い映画だよな。冒頭のカウンタックがかっこいいのよ。この映画でジャッキー・チェンが乗るボンネットに3ダイヤのエンブレムがついてるリトラの黒い車はなんていう車？霊夢は三菱の車は何を知ってる？ランエボとアイミーブ、それ以外は知りません。現在販売している車種を調べたら K4 以外の乗用車は SUV のアウトランダーエクリプスクロス RVR、ミニバンのデリカ、コンパクトカーのデリカ G2 とミラージュの6種類のみ、電気自動車のアイミーブさえなかったぞ、驚いた。昔は2ドアのスポーティーカーもあったんだけどな。どんなの？エクリプスや FTO。90年代のフラッグシップ GTO。GTO の一つ前がスタリオン、80年代のフラッグシップ、キャノンボール2に出ていた黒い車がこれだ。今でこそ SUV メーカーみたいになってるけど、昔はスポーツカーも出していたんだ。それでは今日は三菱スタリオンをゆっくり解説したいと思います。ゆっくりしていってね。社名のスタリオンは星と名馬アリオンの造語。ただ、アメリカでは種馬がスタリオンというので混乱があったらしいぞ。種馬か羽馬みたいでいいじゃない。そうか。三菱は現在は国内シェア約 2% で非常に厳しいが、一時は国内販売第3位をホンダと争っていたこともあったんだ。あの一連のゴタゴタがなかったら。話を戻そう。82年から90年までに1万3000台が生産された当時の三菱のフラッグシップカー。アメリカではクライスラーと資本提携しダッジコンクエスト、プレマスコンクエストで販売されていた。当時のメーカーはスポーツカーという呼び方は禁句だった。どうしてよ？世間の風潮がスポーツカーに対して風当たりが強かった。そんな中、新車発表時スポーツカーと呼んだり、ライバルはポルシェ924ターボと豪語したりと、三菱の力の入れ方が伺えた。帰ってきたすごいやつ。がキャッチコピー、開発は78年から始まった。その頃の三菱にはラグジュアリーカーとしてギャランラムダはあったが、セリカ WX、エアレディ Z、RX7 などと比べるとスポーティー性は劣っていた。綺麗な車ね。高速巡航性能に重点を置き、ロングノーズ、ファストバッククーペスタイルでフロントオーバーハングを長くし、空気を切り裂く高性能スペシャリティスポーツを目指し、シャーシーはギャランラムダを有用し、ホイールベースを80ミリ短縮、リアサスは初期の一部がラムダの4輪駆式だったが、後に全てストラット式に変更され4輪独立喧嘩に。バンパー株のエアダムが特徴ね。ここでせき止められた空気は車体下部には流さず上方向に流れ、エンジンルームの冷却に使われ、フロントのふらつきも抑える狙いもあった。マイナーチェンジで変更されたけど、アメリカ市場を意識し直線を多用したデザインは、傾斜30度のフロントガラスと出面の大きさを強調し、ボディ前後は絞られ空力特性を改善し、躍動感ある形に。全体的にダイナミック感があるわね。リアエンドのダックテールはダウンフォースを発生。ドア、ガラス、ウィンドウは大きく開放感と格子屋を確保。太い B ピラーは力強さを演出。日本の黒いスリットはエアーアウトレットガーニッシュ。後部のデザインも曲線を基調としたダイナミックなデザインで、テールランプの視認性も良いわね。インテリアはメーター左右のサテライトスイッチは、この頃の流行り、メーターはアナログとデジタルの2種類。下段左の棒グラフ型コメーター。ちょっと慣れが必要ね。シートはサイド部やランバーサポートなど6箇所の調節が可能で、本革シートも用意されていた。サポート性は良さそうね。シートベルトはフロントドアに埋め込み式。これはユニークね。エンジンは当初直4、2リッター G63B 型ターボ145馬力とノンターボ110馬力、ペットネームはシリウス。2本のバランスウェイトシャフトを装備し、 V8 エンジン並みの静粛性を実現。このサイレントシャフトはポルシェ944、ランチャー、サーブにも採用されたのは有名な話。ターボチャージャーは三菱重工製で、輸出用スタリオンには一回り大きなタービンが付けられ、マックスパワーも170馬力に上げられていた。ターボチャージャーは三菱重工製だから、細かな仕様変更ができ、フルラインターボなんてのもできたんだ。三菱はフルライン〇〇が好きだな。今はフルライン OEM だ。駆動方式はこのエンジンを縦置きにし、後輪を駆動する FR なんだね。サスペンションは前後ストラット式、ブレーキは4輪ベンチレーテッドディスクでハイパワーに対応、ABS はオプション設定。タイヤサイズは1957014。発売直後のライバルはトヨタセリカ WX、エアレディ Z、
セリカ WX は1年前にフルチェンジした 2.8 リットルと2リットルターボどちらも6気筒。フェアレディ Z2 代目 S130 はモデル末期 2.8 リッターと2リッターターボでどちらも直力翌83年 Z31 にチェンジする。そして、発売から約1年後の83年に空冷式インタークーラー付きターボが追加され170馬力にパワーアップ。さらに1年後の84年にシリウスダッシュ 3×2 200馬力を投入。毎年パワーアップしてるじゃん。オーナーはたまんないわね。このエンジンは直4 2リッター SOHC 12バルブインタークーラーターボで吸気バルブ2本、排気バルブ1本の気筒3バルブのエンジン。特徴は吸気バルブをエンジン回転数2500回転を境に低回転では1本。高回転では2本と使い分けることで馬力を上げている。日本初の可変バルブ機構で、タイミングリフト用とも可変なんだ。可変バルブ機構は三菱が最初だったんだ。すごかったんだ、三菱見直したわ。過去形にするんじゃないなんてったて元財閥なんだから。関係ないでしょ。85年マイナーチェンジでフロントバンパー下のエアダム変更と3分割リアスポイラーを装備。ボンネットのエアースクープが廃止に。200馬力にパワーアップしてるのにエアースクープがなくなるってどういうこと？もしかしてダミーだった？ない方が私はスッキリしてかっこいいと思うけど。87年今度はエンジンは2リッターのままでブリスターフェンダーを装備した限定車 GSR-VR が限定50台と言いながら73台販売される。2リッターなのに3ナンバーなんだ。このブリスターはワイドでマッチョ迫力があるわけど税金が高いのね。全幅は 1695mm から 1745mm と 50mm ワイドにタイヤサイズは 1957014 から2156015にサイズアップ。それとエンジンのペットネームがシリウスからサイクロンダッシュ 3×2 に変更。ややこしいわね。けどサイクロンって吉村みたいでかっこいいわ。マフラーが吉村サイクロンだったらよかったのに。そしてまたしてもさらなる変更が。1年ちょいで今度はエンジンが 2.6 リッターに。このエンジンは G54B ターボで直4 SOHC 2.6 リッター8バルブインタークーラーターボで175馬力を発生。このベースの G54B はデボネアやジープに積まれてたエンジン。あくまでベースってことだけでもちろん改良されてるけど。2リッターのサイクロンダッシュの方が200馬力でハイパワーじゃない。確かにパワーは落ちるが 2.6 リッターでトルクは 26kg から 32kg と当時の4リッタークラスに相当しトルクで走るタイプに振ったんだ。アメリカからリクエストだったかも。そしてタイヤサイズも前205/5516後ろ225/5016に変更された。これは国内初の50装着車となる。車重は 1260kg から 1340kg に、そして90年に GTO にバトンタッチして生産終了。約8年間の間に3回もエンジンを変更するってスタリオンに対しての三菱の期待度がわかるわ。確かに輸出も含めフラッグシップとして何としても成功させたかったんだ。開発費も潤沢だったんだろうな。けどよくよく考えてみると計画が行き当たりばったりだっただけじゃないの？それを言うんじゃないよ。その後の不祥事の対応を見るとそれっぽいけどな。大企業の社風はそう簡単には変わらない。変わりどころではゴリラ警視庁捜査第8班で黒色のスタリオンガルーイングが劇中車として活躍していた。その後5台が市販されたというから驚きボディ剛性は低かったらしい。赤いエクリプスのガルーイングもあったぞ。キャノンボール2といいゴリラといい三菱はスタリオンの販売促進に力を入れてたんだな。スタリオンはモータースポーツでも活躍した。85年富士インターテックに3台のスタリオンがグループ A 仕様で参戦。予選は3位4位10位と清白が決勝は1台が4位。残りの2台はリタイア。優勝と2位はボルボ240ターボ。異次元の速さに完敗した。翌86年は全日本ツーリングカー選手権 JTC に高橋国光中谷昭彦が三菱ワークスとしてフル参戦。筑波で1勝を挙げシリーズランキングは2位。そして去年の雪辱を果たすべく富士インターテックに参戦、中谷昭彦が予選2位となるが決勝リタイアボルボが2連勝。87年も同じ富士で JTC に参戦。1、2戦を連勝するがシリーズランキングは3位。インターテックは予選10位、決勝10位といいところなし。ライバルたちの戦闘力が上がってきたのね。88年は2勝利でこの年を最後に三菱ワークスは JTC から撤退した。霊夢、この車は何という車だと思う？ライトが6個もついてるからラリーカーなのはわかるけど車名はわからない。ナンバープレートを見てみな。グリルには3ダイヤのエンブレム、スタリオン。そう、これが WRC のグループB 仕様のスタリオン。
ライトがリトラじゃない、インテグラ以上の変更ね。これは市販されてないけど。81年三菱は FR2 リッターターボのランタボで4年ぶりに WRC に復帰するが、そこで 4WD ターボのアウディクワトロに遭遇する。そして猛威を振るうアウディに対し、三菱開発陣の誰もが次期 WRC マシンはハイパワー 4WD マシンだと痛感する。そして白羽の矢が立ったのが、まだ発売前のスタリオンね。そう、まずエンジンはランタボで、すでに実績のある 4G63B のボアとストロークを2ミリ拡大し 2140cc とし、大型のターボチャージャーで370馬力を発生。 4WD 最大の弱点でもあるアンダーステアを嫌い、システムはビスカス式センターデフのフルタイム 4WD に決定。ノーマルはフロントオーバーハングが長いのに、こっちは回答性アップを狙って思いっきり短くし、丸めライトとグリルをつけてるんだけど、その飾り気のない無造作感が迫力ありすぎだわ。リアスポイラーにオイルクーラーを取り付けた仕様もあったぞ。83年に WRC はグループ B へと移行し、プロトタイプの実装テストが始まる。車重は空車時で 1072kg。 開発は順調に進み、細かなパーツの軽量化やホモロゲモデル市販車の爪に入った矢先の84年5月、車内反対派の不満がいきなり表面化し、急遽6月ホモロゲモデルの市販化や WRC 参戦自体が中止となる。なんで中止になったのか未だに不明なんでしょ。三菱の闇よね。残念で仕方がないわ。その後数千はプロトタイククラスとして思想している。なんか終わり方も不自然、開発者たちは無念だっただろうな。ただこの技術は蓄積され、後のギャラン VR4 やランエボに活かされたことは間違いないわね。ギャラン VR4 もかっこいいな。開発者の WRC には参戦できなかったが、あのプロジェクトでの技術研究は素晴らしいものがあったの言葉に救われた。もし WRC のグループ B でスタリオン 4WD が走っていたら、世界を相手にどんな活躍をしたのか見てみたかった。残念だ。そして去年ラリーアートが復活し、純正アクセサリーの販売を始めたみたいだ。大歓迎。エアロパーツの販売だけじゃなく、モータースポーツ活動も復活してほしいわね。今年の8月アジアクロスカントリーラリーにトライトンで参加予定らしい。監督はパリ高2連覇の増岡博氏。地味でもいいので細く長く参戦してほしい。そしてパジェロスポーツを国内販売して、ダカールラリーに出場してください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。